この動画では海光健さんの裸の王様のネタバレをしています。画塾を経営する僕は自分の殻に閉じこもり人の絵を描こうとしない太郎くんに絵を教えることになります。太田夫人が太郎くんを厳しくしつけたせいか彼は年齢不相応な表情をしています。川の中に入り鯉が泳いでいるのを見つけると太郎くんの目は強い輝きを放ちます。自分の画塾の生徒が描いた絵とコペンハーゲンの子供が描いた絵を交換することを提案する文章を文部省宛に送り続けます。そんな中太田市長から呼び出しがあります。なんと彼は僕と全く同じ提案を文部省宛に送っていたようです。どうやら絵の具会社の社長である太田氏はその運動によって絵の具がより売れることを企んでいるようでした。さらに賞金をつけると提案し、当初僕が寄付していた親が鑑賞した作品が大量に生産されそうな予感がします。太田市長はただの悪どい絵の具商なのでした。また太郎くんが全く人の絵を描かないということを彼に伝えますが、絵は描けなくても大学は行けると社長は言い返します。